皆さんこんにちは。こんにちは。マスダケチャンネルです。はい。本日はアビスパ福岡の試合観戦をしに、はい、福岡へ降り立ちました。イエーイ。今福岡空港です。はい。ここのスタジアムはね、空港からすごく近いという特徴を持ったスタジアムになっています。珍しい。うん。この動画ではスタジアムまでのアクセスだったり、はい、スタジアムの概要などをお伝えしていきますので、ぜひ皆さん最後まで見てみてください。はい、それでは行ってみましょう。レッツゴー。まずスタジアムまでのアクセスを紹介するね。はい。最寄り駅は地下鉄の福岡空港駅になります。はい。でそこからのアクセス3通りあって、うん、まず1つ目はシャトルバスで行く方法ね。はい。シャトルバスは試合開始の3時間前からしか運行してないから、うん、ちょっと今日私たちは使えないけど、スタジアムまで直で行けるので便利です。はい。料金は片道大人170円です。はい。2つ目は普通の路線バスで行く方法ね。はい。スタジアムの最寄りのバス停は東平尾公園入り口っていうところになります。なるほど。うん。料金は170円です。はい。ただ最寄りのバス停から10分ぐらいスタジアムまで歩かないといけないから、うん、ちょっと不便です。なるほど。そして3つ目は、はい、徒歩で行く方法。はい。私たち今日はこんな重い荷物を持って徒歩で行ってんだけど25分ぐらいかかるよ。はい。あまり徒歩はおすすめしません。しかもこんな暑い日はちょっときついね。そう。車で行く方は駐車場もあります。はい。イベント開催時には臨時駐車場も開放されたりして結構止めれるみたいなので。なるほど。そちらの方はアビスパ福岡の公式サイトアクセスから見てみてください。はい。ちなみに駐車料金はかかる？かかる。でもね、他のとこより安くて、うん、550円って公式サイトには書いてありました。結構安いな。安い。すごい。何？なんか見えてきたよ、ほら。見えてなかった本当だ。なんだあれは。じゃあ近くまで行きたいと思います。うん。こんな感じで駐車場があります。言った通りさ、駐車場めちゃくちゃいっぱいあるね。うん、いっぱいあるね。これ臨時か。そうそう。あの野球場みたいな、イベント開催時にグラウンドとかが駐車場として開放されてるみたい。福岡なのにすごいね、大都市なのに。確かにね。ということでやってまいりました。来ましたよ。この階段にはチアリーダーたちが。かわいい、ね、あ、すごい、すごいぞ。人がいっぱいいる。こんなに朝早いのに。あ、スタグルがある。スタグルマップ。スタジアムこんな感じ。僕ら今日は BN ここだね。はい。アビスパ福岡はさ、このエリアで席区切ってて指定席じゃないんだよね。そうだね。エリア内の自由席っていう。不思議じゃない？不思議。バックスタンドで5000円もしたチケットなのに自由席なんだって戦わないといけない。嫁は不満を持っています。ようやく列が動き始めました、うん、ようやくね。荷物が重いんです。大荷物には注意ですアウェーの人とかさ、うん、空港から来るじゃん、うん、だから荷物預けようがないんじゃない？いや、預けるでしょ、空港に。空港に、うん、嘘。コインロッカー。なんで俺らそうしなかったのだって空港に戻らないじゃんって思ったけど戻るな。遠征の方は重い荷物は預けてきた方が吉かもしれない。それは多分誰しも分かってることだと思う。そうか、ね、ここすごいよ。スターがすごいよね。なってて森みたい。森スタジアム。なんであなただけいっぱいもらってんだよ。何個目だよ。3個目。3個目。ふざけんな。女性
性に優しいからみんな来た方がいいよ。え、男性もなんかあるの？男性、来た来た、男性もあるよ。イエーイ、プロテイン。さあ、席の争奪戦にはかなり乗り遅れていますが、やばい、急ぎ2人で行きたいと思います。前にスタジアム、こんな感じ。わあ、えぐい。今日私たちはバックスタンド自由席でここの席を取りました。一番後ろです。いいね、最高です。ここからの眺めはこちらで、最高の眺めだな。綺麗だな、このカーブがね。はい、座席はどんな感じ？固定型です。スタグル置けるね、はい、よかった。これがすごく最高です。そうだね。席のここの間隔は、うん、まあ超引っ込めればギリ人とすれ違えるぐらい。そうだね。でもまあ、うん、無理でしょう。ほぼ狭めです。狭めで結構上の方傾斜がありますね、うん、そうだね。なんでこういう風にピッチは見やすい。すごい見やすいよ。全体を俯瞰して見える、うん、屋根はメインスタンドとバックスタンドにあります。メインスタンドとバックスタンドは全部覆われてるのかな、うん、前の方は雨かかるかな。どうかな、ギリギリかかるかかからないかぐらいだと思います。一番前は。はい。で、ホームとアウェーのサポーター席は屋根なし。なし。で、モニターも2つあります、ね、なし。そうだね、本当だ。なかなかいいスタジアムだね。いや、想像以上にいい。いいね。で、今日僕らは入場開始時間、うん、と共に並び始めました。そうだね。でそれで2人ぐらいだったら結構席は空いてると思う、うんうんうん、前の方はさすがに空いてないけど。そうだね。後ろの方で全体を俯瞰して見るような席は結構空いてるので、うん、空いてた。まあそれぐらい並んでも OK かなと思います。はい。デイゲームの場合は、うん、バックスタンドは全部影になります。なので夏とかでもなかなか日光は当たりにくいのでいいかなと思います。そうだね。メインスタンドは前の方ちょっと日光がかかってる感じですね。うわー、近いね。まあちょっと距離あるか。本当に近いスタジアムと比べると、ね、うん、ホーム側はこの背もたれなしの椅子だね。そうだね。でかなり傾斜ない方ですね。ないないない。だから使ってると前の人の顔とか気になるかもしれない、うん、福岡空港駅からさ、うん、スタジアムまで徒歩25分もかかるから、うん、徒歩はおすすめしませんって言ったんだけど、うん、見てください。結構いるな、まあ、みんな結構歩いてる人の方が多いかもしれない。全然歩ける距離っていうことだね。はい。特に普段電車を使ってるような歩き慣れてる方だったら全然歩ける、うん、全然歩ける。普段車を使われている田舎庶民の皆さんは結構きついかもしれません。はい、ということで、はい、アビスパ福岡のホームスタジアム、うん、ベスト電気スタジアム、うん、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。この動画を見て、うん、ベスト電気スタジアムいいなと思った方、うん、ぜひサッカーの試合観戦をしに、はい、行ってみてください、はい。それではまた次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。バイバイ。